さんこんにちは。プラスアミューズです、今日はですね、はい、黒豆枝豆ご飯おイエーイ。黒豆枝豆ということは、フレッシュ、フレッシュです。丹波篠山市の近田町にある農家さん知り合いでして、そこであの他の人には譲らないんやけど取りに来るかいって連絡があったんで、行くって言って、あれね、黒豆枝豆ってこう枝付きで綺麗にあるじゃないですか、あの葉っぱめくるのがむしるのがほんと大変なんですよ。ご苦労あるなと思ってね、枝豆チョキチョキするだけでもうざいわって思ったらダメですよ。その前にもっと大変な作業があるんです。あの姿になる前に、はい、で、あの黒豆は1分ぐらいさっと茹でてから黒豆ご飯にしてたんですけど、もうフレッシュなまま炊けるんですよ。なので、はい、どうぞ。大きいんですよ。すごいですよね。大きいんですよ。見てください、この大きさで。あの、私豆好きなんで、パイ山ほど、あの入れました。美味しいでしょ。美味しいんですよ。もう何にも入れなくても甘くて、もうこれ3合に、大さじ1杯の塩とお酒とは入れて炊いてるんですけど、もうね、せっかくなんで美味しく食べようと思って土鍋で、いきます。豆ってなんでこんな美味しいんかわからないですよね。ね、干してる。薄って干してるんですって。もう本当に農家さんのところに枝豆取りに行った時に、あの茹でたやつも置いてくれてたんですよ。もうなんか意地汚いぐらいにずっと食べてて、取れたて茹でたて、そう、めっちゃ美味しくって、あんまりにもずっと食べ続けるから袋に入れて持って帰りたい。恥ずかしい、恥ずかしい。50にも51にもなって、なんかもう癒やしい子供みたいになってすいません。ね、美味しいものはしゃあないね。止まらない。では黒豆の、はい、役をお願いいたします。もうね、黒豆は私本当に年中、食べたらいいんちゃうかと思ってるぐらいのものですね、はいはい、あの、まあ黒いので、もともとこうアンチエイジング食品ってね、言われる部類には入るんですけど、まあ、基本的に豆なので、私たち生きるためのエネルギーも、ね、補ってもらえるし、で、あの豆類なのでむくみ取りも、ね、してくれるので、要はあのエネルギーにもなるし、で、体のいらない解毒作用もね、あの結構強く持ってるので、めっちゃおすすめです、なのでね、皆さんダイエットとかファスティングとかされてるんですけど、まずは先に出してからファスティングした方がより整うと思うんですよね、まあ、ファスティングも出すっていう意味はあると思うんですけど、ちょっとこうこびりついたものを先に出してから、出しやすい体にしてからすると、さらに効果がアップするんではないかと、私は思うんですね。ね、体に必要なものをみんな取らな取らなっていうイメージですけども、ゴミだらけやったら取ったところで ねどんどんゴミが溜まっていくだけなんですよ。ここゴミがあるから、なんかいいものもゴミになっていくみたいな感じなので、まあ、基本は出して入れるみたいなのが一番ね、いいかと思います。はい、私もそう思います、なので、こう黒豆ね、あのこうやって今旬なのでね、こういう形で食べてもいいし、お茶とか、お茶にしたりね、炊いてとかね、あのお正月だけじゃなく、やっぱり取っていただきたいなと思います。はい、はい。では今回もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画を見てくれたチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。